私が福島選手を初めて見たのは2006年6月22日、函館で行われた北海道高校陸上の時です。その時の画像です。この2年後には北京オリンピックに出場することになります。福島が一躍脚光を浴びたのは2008年。6レーンを福島。スタートしました。いいスタート、福島いいスタートを切りました。シーズン初戦で日本タイ記録を出し、日本女子として56年ぶりに夢の舞台オリンピックで走りました。しかしそこには高い世界の壁がありました。いやもう本当次のチャンスを狙ってまた本当ここに立ちたいなって思いました。課題のスタートを決め勢いに乗った福島、中盤からさらにスピードに乗り優勝。11秒21のタイムは自らの記録を0秒03更新する日本新記録です。シーズン最高のスタートを切り目標を新たにしていました。さあスタート、福島が低いいいスタートしてきました。福島がもう出た。高橋がここから伸びてきますが、福島だ。さあ記録はどうだ。福島が大きく伸ばしてフィニッシュ、11秒26、11秒2台のタイムが出ました。さあ正式タイム出ました、11秒26。11秒2台が出ました。もちろん大会記録、14年ぶりの大会記録更新、そして自身の持つ日本記録にあと0秒05という非常にいいタイムでこの国体を制しました。福島得意のスタート、出遅れてしまいます。それでも中盤から追い上げていきます。ゴール前は激しい競り合いとなりました。負けたと思ったと福島、勝ちました福島、福島やりました金メダル。決勝のレース、この大会初めてスタートダッシュが決まりませんでした。それでも強化してきた速いピッチと力強い踏み込み、中盤から伸びていきます。競り勝った福島、2位との差はわずか100分の1秒でした。スタートした、北風いい、福島がいい、福島が低く出た、市川遅れている。さあここは福島が飛ばしていく、市川がついていく、市川ついていくが福島逃げる、福島速い、福島逃げ切った。速報タイム11秒39、向かい風 0.6m、 2位に市川。後半いや追い込む余裕さえ与えなかった福島、福島千里世界選手権の代表内定です。さあ再びそのレースを振り返ります。福島の低いスタート、はい、そして、ね、そうですね、やはり市川さんちょっと焦ってしまいましたね。あの持ち前のピッチが上がら、ストライドが伸びなかった、そこでもうこのピッチでですね、もう本当にピッチを維持しながら体をぶらさないでいきましたね。鳥取市で行われた記録会、まずは予選。さあ綺麗にスタートしました。さあ注目は第7レーン福島さん、自らの持つ日本記録にあと0秒03と迫る11秒24。迎えた決勝のレース、タイムは日本記録より0秒05早い11秒16。残念ながら追い風 3.4 メートルで参考記録。しかし8月に開幕する世界選手権に向け手応えを感じています。
この映像は私が撮影しました。スタートイン、あ、いいですね。いいスタートした。福島その隣からアンタンガラのチエルが、ここからですよ、はい、ここから今ここから前は3着に入る、3着に入れる、このまま3着に今3着に入れる、福島どうか、福島3着か2着か、よかったよかった、福島準決勝進出、いいですね。 2位ですね。福島はしっかり2着に入りましたね、2着ですね。素晴らしいレースを見せました。特にいいスタート、トップはバプティステ11秒27、それに次ぐ第2位、この組の2着で11秒35、世界陸上初めて女子 100m で準決勝進出。日本人初となる世界陸上 100m 準決勝進出、福島は日本スプリント界の新たな歴史を切り開いた。おめでとうございます、準決勝進出です。ありがとうございます。日本人初ですよ、すごく嬉しいです。ゴールした瞬間は自分が何着かちょっと分かんなかったので、本当それを見て本当に嬉しく思いました。夢の準決勝、福島いいスタート、一番のいいスタートかもしれません。さあここでジータが出てきた、ジータ福島頑張っている、福島頑張っている、4着争いか、ジータジータ福島追って追って追って最後は8着、最後は遅れました福島、しかし夢の準決勝、本当によく頑張りました。まあ、物怖じせずね、スタートバチッと決まりましたんで、はい、よかったですね。この初速をスタートの初速をどこまで後半につなげられるかというのがね、来年のまたオリンピックに、つながる課題だと思いますね。後半は遅れましたが、この準決勝の舞台福島が立ちました。また新たな一歩を踏み出した福島です。福島のタイムは8着で11秒59と発表されています。これが今の精一杯なのかもしれないんですけど、経験ともっともっとやっていくしかないなと思います。スタートしました、もう低い姿勢から福島が一つ体が出た、そして高橋も悪くないスタートです、和田もいる、さらに岡部がここから上がってくるが、もう福島が前に出た、福島が大きく出た、2位は高橋が上がってくる、福島1着、福島1着フィニッシュ、11秒26、追い風 1.6m、 福島優勝。まあ、すでにロンドンオリンピックの A 標準記録は突破している福島が11秒24、大会新記録、正式記録11秒24は去年マークした本人の記録を0秒02上回る大会新、振り返りましょう。はい、これでまあいつものスタートですね、非常にいい前傾しました。で、今日は良かったのはこの中盤ですね、非常に落ち着いてピッチを上げてます。で、そのまま後半ですね、やはりまあこのようにスピードが落ちなくてそのままゴールということで、さあ出ました、福島やはり出てくる、福島出てくる、そして北方もついてくる、市川やはりちょっと遅れた、ブリーもいい形で走ってきている、土井も来る、土井も前に出てきます、福島がリード、そしてブリーが追いかけていく展示だ、土井がリード、福島がリード、福島が最後逃げ切ったか、福島1着でフィニッシュ、11秒34速報タイム、追い風 0.3m。 やはり福島が前半から出てきました。そしてメリッサブリーンとの争いになりましたが、さ、さあご覧いただきましょう。まあ、やはり福島が出て、そしてブリーもこう非常に充実していることをうかがわせるような走りでした。最後わずかに福島が
まあ、力がですね、大体同じぐらいの選手ですので、はい、まあ、まだ福島さん本調子じゃない動きをしてましたので、これで勝つということも大事なことでしょう。スタートしました。土井が出た。土井が出ました。下もついている。下もついているが、ここで土井が前に出ている。土井が前、土井が前、土井が前。福島来た、福島来た、福島来た、福島来た。福島1着、速報タイム11秒45。福島遅れましたが最後に抜き去りました。風はありませんでした。土井のタイムは11秒51。そして3位には高橋桃子が入って11秒66。風はありませんでした。このあたりですね、ちょっと30メーター40メーターあたりでですね、ぐっと来るはずだったんですが、良くなかったですね。レースを振り返ります。このように後ろ足がですね、まあ、そのままスライドしていくというのを今試みてますが、まあ、あとですね、中盤ですね、やはりまあ中盤からやはり出ていかないと、これは世界でですね戦えるというところになりませんので、やはりもう最高速度を上げていくところですね、まあ、そのあたりを目指してほしいなと思います。指導する中村監督の話を聞きますと、まあ、最終的にはリオデジャネイロオリンピックで決勝に残るんだと、はい、そうですね、いうような話をしてらっしゃいますが、まあ、本当に一つ一つステップアップというところと、まあ、昨年は準決勝というところですね、まだでも、まあ、ベスト16というところじゃないので、そのあたりのベスト16に入っていくと、また今度ですね、決勝が見えてくるんじゃないかなと、ね、高校記録を作りましたね、はい、それ以上の、まあ、勢いできましたね。セット飛び出しの岡、福島スタート。いい入りはしましたが、ここから体が少し起き上がってしまいましたが、ザンビラマが上がります。アリソン・フェリックスがリード。アリソン・フェリックス、ザンビラマが追っていく。そこからアリソン・ピーターも来た。福島スタート3着には入れず。風は 2.2 と良かったんですけどね。アリソン・フェリックス11秒01、1着フィニッシュ。福島千里は着順3着には入ることができませんでした。前半の30で出られると、もうそこから追いつくっていうのはかなり難しい話なので、やはり前半出てないと難しかったですね。福島千里の走りです。この組の4着のミシルが11秒27ですので、福島千里もタイムで救われることはありません。福島は現在タイムが出ました、11秒41でこの組の5位、11秒41でこの予選5組目の第5位、5着でした。女子 100m 決勝、連覇を狙う福島千里選手に立ちはだかるのは、アテネオリンピック 400m リレーの金メダリスト、アーリン・ベイリー選手。福島選手は第5レーン、得意のスタートで序盤は前に出ますが、後半伸びきれず2位でフィニッシュ。タイムはまずまずの11秒36。今後のレースに期待です。渡辺にスタート。福島出てきた、福島出てきた。土井はどうか、土井がちょっと遅れてる。福島出ている、福島出ている、福島出ている。渡辺がついている。渡辺と福島が出た。土井は遅れた、土井は遅れた。福島出て、福島今1着だ。フィニッシュ、4連覇達成。11秒41。今日は準記録の突破はなりませんでしたが、福島 100m 日本選手権4連覇達成。2着に渡辺が入りましたでしょうか。もうちょっと風が吹いて欲しかったなっていうの。正式タイムが場内に発表されました。福島渡辺という1着2着、まあ、得意のこのスタート、はい、だいぶ戻ってきました。まだでも 100% ではないということですが、でも昨年よりは格段に良くなってますんで、また今後ですね、長いスパンでトレーニングしてほしいなと思います。5月のゴールデングランプリで先行しながら後半外国人選手に逆転された後に、前半あれだけ行ったんだから後半も行かないとと本人が苦笑いしていましたがね。まあ、でもこのスタイルは変えるつもりはないという話もしてました。ね、これが福島さんの、はい、日本記録を出した時は11秒21まで記録を伸ばしていったその福島。スタートからご覧いただきましょう。
まあ、本当にこのですね、今スロービデオで映っておりますが、はい、あのこれはですね本当お手本になるような前傾姿勢からのスタートということになりますよね。はい、まあ、この持ち味をですねさらに生かしてほしいと思います。前半はまあ世界でも対等以上に渡り、はい、そしてあとは後半というところで、はい、さらにこう世界でも、スタートしました。福島低いスタートから早くもリードを奪っている。早くもリードを奪っている。土井が一生懸命つけている。その内側から技もつけている。福島リード。土井が上がりした。土井が上がりした。土井が上がるが福島逃げる。坂ほど流れた福島一着。最後は僅差になりました。速報11秒70。最後は僅差になりましたが福島逃げ切りました。これで日本選手権100メートル5連覇6回目の優勝、そして4年連続の短距離2冠達成となりました。11秒69という今正式タイムが出ました。2着にドイアンナ11秒72。今年も福島短距離2冠達成です。まあ、雨の降る中でのレースになりました。最後ドイが激しく追い上げましたが、そうですね、土井さんは本当にいいレースをしましたね。あとはまた本調子になればですね、まだ中盤のトップスピードが上がっていませんので、そのあたりをですね、また福島選手がこれで 100m は5連覇6回目の優勝。スタートしました。福島低い姿勢です。先頭に立ちます。土井も追ってくる。しかし福島先頭、土井もいい走りをしている。そしてその後ろの宮沢もいい。福島先頭、福島先頭、宮沢が今持ってくる。福島先頭で1着でフィニッシュ。速報11秒48。 100m6 年連続の優勝。向かい風 0.3m。 若い選手もよく追ってきましたが、スタートから前に出ているようなことを考えながら喋っていたように見えました。そうですね、まあ、世界にも向いてるんじゃないかなというインタビューを受けましたね。あの結果に満足していないと言ったのはおそらく山崎さん、タイムのところではないかと想像されますが、ただまあ今日はタイムということじゃないんじゃないんですかね。そうですか。まあ、その準備ができたというところは一番の評価であって、はい、まあ、福島さんの一番の成長ということになるんじゃないかなと思います。あとはまあこのようにまあ日本ではトップですので、今この中盤でですね想定をすると海外の選手がちょっと前に出てそこで追いつくっていうことを想定しなきゃいけないんですね。そこのイメージができているか、そして準備ができているかっていうのがこれからの福島さんだと思いますね。福島6連覇。スタートしました。いいですね、福島いいスタート。ガードナーと並んでいる。さあ福島先頭争いだ。さあガードナーと福島ついている。これはいいですね。3着いきますね。3着に入るか。福島3着で入った。良かったです。準決勝進出。そしてタイムも1着が11秒14ですから、福島これはいいタイムが出た。見事に準決勝進出。着順で見事にこの北京の舞台で準決勝進出を果たしました。2台中盤から前半はいってそうな感じじゃないですか。1着サンタスは11秒14、いい、ね、そしてガードナー11秒16、日本の福島11秒23、シーズンベストをマークして準決勝進出。日本記録にあと0秒02と迫る好記録。浅原さん、しかも向かい風 0.5m、 風も公認記録でね、マイナスの 0.5 ということで、はい、素晴らしい走りでしたね。明日の準決勝に駒を進めます。2008年の北京オリンピックで世界の舞台にデビューをしました。そして7年の時が経ってこの北京で福島快挙。いや、後半もね全然落ちなかったんですよね。浅原さん、これはもう準決勝で日本記録を更新は非常に可能性が高いかもしれません。まあ、前半はガードナー選手と本当に並んで走ってるぐらいでしたので、ね、はい、非常に良かったですね。2010年に日本記録をマークしました。そこから浅原さん、本当にいろんなことがありました、はい、見事に準決勝進出。試行錯誤したことが今の私につながっているんですと福島は話していました。
見事にシーズンベストをマークして、福島明日の準決勝に進出です。スタートしました。福島いいスタートを切りました。並んでいる並んでいる、先頭争い並んでいる。ここから出てきた。さあ福島頑張れ頑張れ。さあアメリカトリボーイが1着フィニッシュ、10秒87。そして日本の福島は7着か、少し順位としても遅れました。タイムはどうなんでしょうか。さあタイムはどうかという福島です。順位としては決勝進出はなりませんでしたが、ね、あとはタイムです。この1着アメリカ、ね、トリボーイ、ね、後半の伸びはややなかったか福島。1着はアメリカトリボーイで10秒87、それからトリニダードバコバプティステ10秒90、それから3着までモリソンまでが10秒96、10秒台。日本の福島11秒32で7着、ちょっとタイム落としましたね。日本記録更新はなりませんでした。ただ浅田さん、はい、久しぶりにこの準決勝の舞台を戦いました。そうですね、もう前半からそうですね30メーターぐらいまではまあ、並んで走ってましたので、はい、そこから、ね、世界のトップは加速局面に入っていきますので、はい、そこから先ですよね、やはりね、来年のリオに向かって、そうですね、これは大きな経験になるはずです。非常にいいレースをしたと思います。来年はこのリオで準決勝でいい戦いをして、はい、決勝進出を目指してほしいという福島になります。それではインタビューです。福島選手に来ていただきました。まずお疲れ様でした。ありがとうございました。ご自身でこの世界陸上はどういった形で迎えられましたか。いい形で迎えられたと思います。そしてこの準決勝の舞台戦ってみていかがでしたか。予選と同じように同じような走りをすることはできなかったなと思います。この準決勝は7着、決勝進出はなりませんでした。ただリオにつながる見事なこの準決勝の戦いでした。左から3人目が福島。スタート福島少し慎重に出たが低く、そしてもう出た、もう出た、福島出た。2レーンの藤森も頑張っている。福島がもう出た。そして5レーンの瀬戸もついている。福島、福島3度目のオリンピック代表内定。11秒43、速報向かい風 0.2 メートル。福島充実の走りで3度目のオリンピックを決めてみせました。やはりまあ決めるところは決めたという感じですね。記録的にはそれほどということなんですが、内容的にはですね、はい、非常に良かったんじゃないかなと思います。この後半ですね、やはり体がですね安定して、バタバタしない、バタつかないというところが今年の走りですね、はい、非常に良かったと思います。そして2着には倉敷中央高校の斉藤が入りましたね。11秒74。そして3着には社会人の瀬古がどうやら入ったようです。まあしかし、もう日本のトップに立って何年にもなりますが、まだ圧倒的な力を持っています。ただ 100m でこの連覇するっていうのは本当に難しいんですね。これで7連覇です。新井元香さんもこの種目かつて6連覇していたんですが、それを抜いて 100m の日本選手権の連覇の数としてはこれで最多になりました。福島の優勝、7連覇。ほぼ揃ったスタート。福島も低い体勢から今ここでスピードに乗る。まず福島がここで前に出ます。これを市川が追っていく。福島前に行く、福島前に行く。市川がここで前に出る。市川が逆転した。市川フィニッシュ。日本選手権優勝は市川、そして2位に福島。福島8連覇ならず、連覇は7で止まって、そして市川かな、日本選手権初優勝。追い風 0.2 メートル、11秒52というタイムで市川かな 100m のチャンピオンになりました。市川さんはこれはいけるんじゃないかなっていうふうに思ったと思うんですね。そうですか。なので後半少し力んでしまったというか、ちょっと体がぶれて頑張っているという走りになっていたので、ちょっと勝ちを確信している部分もあったんじゃないかなと思います。結果を出して日本選手権優勝です。